モリー・ミー・マリアン・サンデーンは、スウェーデンの女性歌手、声優である。14歳にして、ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト2006に、スウェーデン代表として出場した。また、ユーロビジョン・ソング・コンテストのスウェーデン予選である、メロディ・フェスティバー連に2009年、2012年、2016年に、出場した。アドルフ・フレデリック音楽学校を経て、 リトムス音楽学校を2011年の春に卒業した。2006年、欧州放送連合の主催するユーロビジョンソングコンテストの子供版であるジュニア、ユーロビジョンソングコンテストにデッドフィネーストネゴンカン F でスウェーデン代表として出場し、3位というスウェーデン史上最高の成績を勝ち取った。2007年にはディズニー映画ハイスクールミュージカルにあなたは、 私の心の音楽をオーラ・スウェンソンとのデュエットで、スウェーデンをカバーした。サンデーに2008-2009年には、ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表を決めるメロディーフェスティバー連に初出場し、エントリー曲、S、ビルストヤーノーナで決勝まで進出するも、得点は、国際審査員からの2点しか得られず、最下位に沈んだ。2012年にホワイアム、 アイクライングという曲で再度、メロディーフェスティバー連に出場し、決勝5位の成績を残す。2016年には、3度目のメロディーフェスティバー連、出場を果たす。曲目ユニバースは、サンデン自身が、ヨンアレクシスと、交際相手であるダニー・ソーシドで制作した。3月12日に行われる決勝に進出している。モリーは3人姉妹の長女で、妹のフリーダー、ミミも、 歌手として活躍している。2012年までスウェーデン人歌手エリック・サーデと交際していた。2013年2月以降はスウェーデン人歌手ダニー・ソー・シドと交際中であり、2年間ロサンゼルスで暮らしていた。現在はストックホルム市内で同棲している。2012年9月には1型糖尿病と診断されたことを公表した。ありがとうございます。